ラベンダー畑に囲まれるセナンク修道院プロバンスの三姉妹はフランス南部のプロバンス地方にある三つの市東会修道院教会堂の呼び名である。12世紀から13世紀初頭にかけてほぼ同時期に建設されたマザン修道院の娘修道院としての二つの修道院、ルトロネ修道院、セナンク修道院そしてもリモン修道院の娘修道院。 シルバカンヌ修道院の3つを指す。この呼び名は、一般的に、これら3つの修道院が、よく似ているという説明として使用され、三次としてのニュアンスも含まれる。以降の解説では、適宜、3姉妹と略して記載する。1098年にも、レームのロベールが、ブルゴーニュの死闘に創建した死を修道院は12世紀、以降急速に発展し、 ヨーロッパ各地にシーンが創建されていく。このシーンのことを娘修道院と呼ぶ。1120年、ビバレ地方にマザン修道院が創建され、そのさらに娘修道院として、本校三姉妹ノルトロネ修道院とセナンク修道院が創建されることになるが、13世紀を頂点として、以降はバルド派の異端勢力やフランス革命への影響により衰退していくことになる。 シルバカンヌに至っては、革命後には農場になっているというありさまであった。再発見されるのは19世紀中頃になってからのことである。セナンクには、この時期に一旦は修道士たちが戻ってきたが、長続きはせず、現在のような現役の修道院となるのは20世紀に入ってからであった。なお、2013年現在で修道院として使用されているのはセナンク。 修道院だけである。三姉妹の建設時期を以下に記載する。参考文献によって年代が前後するものもあったため、その場合は平記する。最初に、これらの修道院に対して、三姉妹という語が使われた時期は判明していないが、研究対象として最初に三姉妹の故障を用いたのは、再発見の時期、1852年である。これは、当時、 バール県の記念物監査官であったルイロスタンがその報告書の中で使用したのが三姉妹の書室であり、現在でも一般的に使用されるようにその外見の類似性に力点を置いた記述であった。この呼び名であるが観光ガイドや一般の解説書向けの非専門家用語として使われるケースが主であり、逆に現在の研究所や専門書ではあまり用いられないと指摘され、 これには次のような理由がある。まず、三姉妹は、それぞれの大体の外見や寸法は確かに似ている。ものの、細部においてはむしろ細の方が多いからである。さらにある考古学者はその著書の中で、本当に三つの修道院が密接な関係を持っていたかは明らかになっていない、として、三姉妹という合詞を使用していない。とはいえ、 死党会修道院の建築には一定の様式的な統一性があることも確かである。母修道院のマザン修道院から、ルトロネ、セナンクに受け継がれた側廊の傾斜線等トンネルボールとなど、確かに類似性、影響はある。あくまでも、この、プロバンスの三姉妹という呼び名は、学術分野ではあまり使われない、という指摘である。ありがとうございます。